人はですね、自分の言うことを聞いてくれる人を求めるんですよね。で自分に敵対すするる人を遠ざけるんですよ。当たり前のように感じますけどもこれはね実はすごく背筋が寒くななななるよよ。うなね、そんん感情なんですよ、まあ、例えばね今人間関係が希薄になっているというふうに言われて久しいんですけども、まあ、昔はね向こう三元両隣みたいな感じでみんなが同じ 貧乏を味わっていたみんなが同じ、えーまあ、環境でね同じ方向に向かって努力をしていた、うん、将来は同じ工場に勤めることを目指していたとか同じ学校に行って同じ教育を受けて、えー、そして同じルールのもと競争することによって連帯感を高めていたりとかね協調性っていうのを重んじられたりしてましたでもその頃っていうのはですね自分が持ってないものはみんなも持っていなかったんんでですよで自分が持っってていいるものはみんなも持っていたんですよ。 だからね差別ってのが起きにくかったですねもちろんその時も差別はありましたよでも今はどんな形でその差別が現れてるかっていうと持ってる人と持ってない人が明らかなんですよね、うん、自分の気に入った服を着ている人ボロボロの服を着ている人本当明らかなんですよだからそういうふうな形からね、えー、まあ差別が起こりやすいということもあります、うん、まあ先生っていうのがねいますよね学校には で学校の先生っていうと多くの方はどうですかね多くの方って言ったら私もそんなにね人間関係が多くないんで分かりませんけども学校の先生に敬意を抱いてない方は多いと思うんですよ要するにどこに敬意を向けていいのかっていうのを見つけられてないっていう状態のね生徒さんですよね。で生徒さんは見つけられないしょうがないですけどもその生徒さんの保護者の方とかね家族の方も学校の先生に敬意を向けていないとかね、うん そそういうういいいことともあるんじゃないかなと思うんんなななか思ででですすよよまあ、それはは一部では仕方ないんですよ学校の先生っていうのはどっかの教育学部出る程度の人ですけども程度って言ったらあれですけどね申し訳ないですけども学校の教育学部を出てるとかね、えー、そういう方だと思うんですよでも生徒さんの中にはその大学のランクよりも上の大学のランクをね出てらっしゃる方もいるんですよそれとか会社の経営者さんとかもいらっしゃると思いますそうなるとですね自分が会社の経営者で儲けてるぞと多くの 従業員は社外出るぞと学校の先生なんて目じゃないぐらい自分は頑張ってるぞっていうふうな自尊心がですね今度は学校の先生なんて大したことないっていうふうな私がねすごくおぞましいなと思うのは学校の先生は社会経験がないからそういった人に教育を受けても社会に出るための役に立たないっていうふうにね、まあ、知ったけに言う人もいるわけですよ。ででももね学校っていう教育機関も社会の一部であり 学校の先生っていうのを経験してない企業人っていうのがそれほどまでにね偉いのかとかね卓越してるのかっていうとそうなのかなと思うんですよ。自分の気に入らない学校にあ学校じゃない気に入らない会社に行って上司に不満を抱き部下を扱いきれずに若い人との隔たりがあってコミュニケーションむちゃくちゃ下手でですねでノルマに追われて苦しんでうんに手元に残るお給料は不十分というね。 そういう人が学校の先生よりも豊かなね教育観を持ってるのかなって考えていくと大した差はないんですよ、うん、だから企業に勤めてるから社会がわかるってことも全然ないですね社会っていうのはあの10個20個の企業を渡り歩いたところで測りき得ないぐらい社会はでかいですからねだから何かが分かったと思った瞬間にそれは知るべきにも分かっていないってことなんですよこれが自己否定論です 自分があこれ分かってきたなと思ったってことは全然分かってないってことなんですよ <laughs> だからね本当に分かってる人って自分が何も分かってないってことを常に分かってる人なんですよねで私は、ね、いつもね、あのー、その自己否定論っていうのに自分自身を反省させられるんですよ有頂天になるというかねあちょっとこれできるようになったかなと思った時っていうのは全然扱いきれてないということなんですよ ままあ、FX、の相場解説をしていいいるといつもそう思いますよね自分の今まで成功してきた法則に従ってエントリーすると、うん、で要するにベットするわけなんですけどもそうならないこともあるんですよ常に99%の確率で、えーまあ、上昇に向かうと思った波動が残りの1%の方に向かう方向もあるんですよねでその時におかしいと99%こっちならずなのにっていうふうに憤慨して自己肯定するんじゃなくてお。 1%, 1が来たかまだ自分は見極められてないなとトレードを1万回する中では100回ぐらい値下がりするよねっていう風に捉えれるかどうかってことなんですよで、えー、と話を戻しますと人間はコミュニケーションがねうんすごく下手なんだろうと思うんですよコミュニケーションがね自分の言うことを聞いてくださる人をもう本当に手元に置いてイエスマンを置いて自分に敵対する人からは何も学べずに遠ざけるっていうことをするんですよ まあだからね AI が流行っていくっていうのは一つのね潮流なんですよね。賢い人が AI を使うのとは違って多くの普通の人私を含めて普通の人ってののは AI に奴隷化した自分の思考っていうのを期待すするんですよねだから本当に優れた AI をもしね手元に置きたいんだったら例えば自分が指示したことをそれは長い目で見たら良くないですよっていうふうに叱ってくれる人がいるかどうかなんですよ。 で、これをね、私はね「ナイトライダー」というドラマの中に見たんですよ。主人公のマイケルがいろんなことをしますけどもキットを反対したりするんですよ。マイケルそれはやりすぎですよとかちょっとここは様子を見ましょうとかアドバイスするんですよ。<laughs> まあその辺のやり取りが面白いんですよね。でマイケルがいろんな不穏な格立てをするとそれはね 失敗するだろうとキットが予測してその車がね AI を搭載した車が予測して常に先回りしてマイケルを守るようなあ防御策を打ってくれるんですよだからマイケルが大胆に出れるところもあるんですけどねそこら辺が結構面白かったりするんですけどねはいまあそんな感じでね私たちは本当にコミュニケーションが下手だということと分かったと思った時にはそれを分かるほどにも分かっていないという風なね自己否定論のお話でした